なこさん、見てるけど そう、それスキーね、上手くなったので1個プレゼントですよ。リアはい、リキルトの中ね、ないね、手でパリッといきましょう。結果た だって、おいしょ、あ、綺麗に梱包してもらってる。そう。あら、まあもうね、品名は書いてますけど、ピークパフォーマンス。請求書入ってます。あ、はいはい。じゃどう？あ、びっくりした。俺そういう柄かと思った。あれ？ちょっと柄違うと思ったら、そういうことか。ウェアです。ウェアです。ずーっとピンクだったからさ、ね、ちょっとね、違う感じを出してみてもいいかなと思って。 なんだ。 あ、そうだね、そうだね、そう。合いますね。コーディネート。コーディネートな。あー、親父や。今のはちょっとカットしてもさあ、らおうちょっとかサイズがさ、XS なんですよ、それ。まあ、ピークだから、ピークパフォーマンスだからね、北欧のやつだから。あ、でもちっちゃくできるから大そう丈夫。そう。足長いね。そうなんですよ。ちょっと着てみて。はーい。お。その色綺麗なんだよな。綺麗。ね。今までは上下同じ色やったやん。今度はちょっとあえて変えてみました。あ、な、インナーがこれだ。すごい。インナーは水色やね。インナーっていうか裏地。まあ上から着る人なんだね。でもちょっとこっちのスキー場では暑いかもね。綿入ってるでしょ、しっかり。すっごい入ってる。多分暑いかもしんない。あ、サイズいいね。ジャスト。バッチリだ。よかった。あ、すごい、しかもちっちゃくなるこれ。それ、ほら。そうだね。手の短い私でも。手足の短い私でも。下は？下履こうよ。上から？履けないの、それだと。だってめっちゃこうデニムにこんなブツブツ。ああ、そうか。じゃあ脱いでもらって。はい、いい色だ。じゃんじゃん。ちょっとなんか右足がまくられてますけど、スッとこう伸ばしてもらって。はい、じゃん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 。水色。イエス。はい。で、中が黄色や。ぬっく。それはそうだろうな。いいですね。これはアニマっていうシリーズ、ピークパフォーマンスの。俺がなんて言うんだろうな、ピークパフォーマンスのウェアを着始めて一番最初に来たのが、これのメンズバージョン。へー。そう。まあレディースだからカットがね、もうほんとくびれてて、全然メンズとは違うけど。で、これちょっと綿入ってるからね、本当に暑いと思う。そのまま寝れるよ、車中泊できる。そうだね、寝袋みたいな、そのぐらいあったかいかもしれない。スイートのやつはさ、ちょっと綿薄めやん。薄め。あれはあれで全然ね、いつも暑がりな奈々子さんには全然問題ないと思うけど。暑がりとは何ですか。暑がりですよ、あれは。暑がりって、でもこれはちょっと綿が入ってるので、まあ、もし寒くても大丈夫。リフト系入れれるよ。そうですね。ピコーネ。あ、そう、スイートがさ、ちょっとポケット少ないんだよね、あれね。そうだね。悪口言ってるわけじゃないけど。あれちょっとポケット少なめだから、こっちの方がもしかしたらそういうのは多いかもしれない。いいな、新しいウェア。生地がよすやね。ゴアテックスではないので、あんまりその生地的にはそこまでこう強くはないけど、十分です。はい、ちょっとね、いつもと違った感じで着てみてください。あ、すごい、ふきふきついてる。ああ、そうね、そうそうそう、それね、ピークは全部ついてると思う。へえ。全ウェアついてる。
まあ私たちはゴーグルソックがありますので出番はあんまないかもしれないけど。そうですね。はい。ポケット胸ないんだね。ん？胸ポケットがない。それはねベンチレーションだと思う。これベンチレーションか。うん。内側についてるでしょ。内側。内ポケ。あ、そうですね。うん。これだ。そう、そこゴーグルとか入れたりなんかちょっとしたの、ね、これはこれねすごいありがたいね。俺レッスン中ここにいつもビデオカメラ入れてる。そっかそっか、そうだね。でここにポケットがあるでしょ。これ失礼、開かなかった。うん。結構深いここまで。うんうん、こんな感じ。よい。あ、サイズがこれ結構ちっちゃいからいいね。うん、ぴったりめ、うん、あれか、スイートよりちょっとぴったり。スイートの方がゆったりだね。ビークはだいたい今までいろいろ着てるけど割と、うん、ジャパン規格に近い大きさではなくて、だってさ、そもそもこれだから XS だからじゃない。あ、これ XS？ XS。 あ、そうだ、 S じゃないんだよ。あ、そうだ、うん、あ、じゃあちっちゃいわ。そう、ピークパフォーマンスの福島さんがいや、多分こっちですよって言ってくれたから、もうサイズ分かってるから全部お任せで選んでもらった、うん、やった。はい、鏡みたいな。鏡、そう、自分で見てない目、どうぞ。水色は私あんま似合わない色とばっかり思ってたからさ。うん、あ、多分これでまたさ、ブーツ履いてヘルメットかぶって結構合うと思うよ。ブーツはとりあえず合うし、ヘルメットはね、白だから全然何でも合うし。おい、うん、よい。あ、これ後ろポケットあんのかな。あのね、これ、あ、ないか。うん、確かにね。うん。一応多分帽子取れるかも。取ろうと思ったらこれ。あ、うん、取れる。うん、そうだね。ファスナーついてるから取れる。ピシャリアンかぁ。なんでや、なんでやね。はい。ということで。転んだ時のシミュレーションをしました。うん、しなくていいよ。転ばないから。じゃあシーズン後半も楽しんでください。はい、これ着てね。ありがとうございます。はい、うん、できてありがとう。いいえ、楽しんでね。はい、はい、いいね。黄色にも合ってるよ。うん、うん、まあそもそもそれ自体がピークだから。これさ、うん、ここがね、うん、ここが長いの。長い。このさ、ああ、ね、そうだね、長いね、それね。ここ長いじゃない？うん、そうするとすごい思うのは、うん、グローブがつけやすい。ああ、そうかそうか。結構そういうの私割とピタッとしときたい人だから、隙間とかなんか風入ったりするの嫌なのね。うん、だからビデオ撮るときもいつも私なんかもご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 してんじゃん。うん。あれはそこなの。これはサッとできるから。うん。すごい良いと思います。すごい。なるほどね。ん？すごいたくさんある。本当だ。なんだろう。あ、綿がまああれだね、うん。ちゃんと均等にというか。あとシルエットがやっぱりこれだけね、うん、しっかり塗ってると綺麗になるから。そうだね。まああとなんか使ってるうちに隠しアイテムか扉か出てくるかもしれないけど。ああ、ね。何かしら。まあそれパウダーガードね。それはまあスイートもあるけど。あ、後ろパチンするのが。うんうんうん。はい、ありがとうございます。大事にします。はい、大事に使ってください。私普段着もさ、最近もうスキーウェアがいいとかってなってるんだよね。雨降ったりするじゃない、うん、まあ雪山にいたらそうなるよ。雪山というかね、スキー生活してたら。もうなんか買い物に行くのもスキーウェアがいいんだよね、うん、最近。今知ってない。なんだかんだだってさ、冬の間の冬の間っていうか冬に着るものとしてはすごいいいものだからね、スキーウェアとかさ。やっぱ明日着ていいの？ああ、舞妓で？うん、どうしたら？ FWQ 観戦の時見る？あ、見るじゃない、着る？うん、うん、着てってもいい。あ、多分さ、座ってるっていうか、まああんまり滑んないから。あ、そっか。だから寒いかもしれない。だからそれ着てってもいいかもね。ああ。うん。でもゴアテックスじゃないとお尻濡れるくない？あれ、あれ持ってこなかった？うちから。シート、座布団、買ったやん、座布団。持ってきてない。じゃあなんかビニール袋かなんか持ってったら、うん、でビニール袋を敷いて。そうか、
か。うん、あの板を横に置いて、その板の上に、あれ一番いいやん。あれめっちゃいいやん。米谷くんからもらったお土産の。ゆうくん神やん。ナイス。これをじゃあちょっとお尻に引いて、これでちょっと観戦していただければと思いますけれども。はい、パケちゃんの勇姿を。はい。まあ私は安全に滑るだけですので。いやまあほら。楽しんでください。ちゃんとさ本気で滑ってるとこってほとんど見たことないから。うん、いやフリーライドなんか俺本気で滑れないよ。全然まだまだ練習も何もしてないから、もう本当安全に滑るだけです。僕はねレッスンがありますから、レッスンが優先なので。お客様が待ってくれてるから、はい、なんかしたらね。そう楽しく、はい、滑りますので。かけるから。はい、そうです。そしてください。安全第一で、ね、うん。はい。まあじゃあちょっとウェアはね、ウェアで楽しんで来てください。はい。じゃあ締めをお願いします。言ったらいい。はい、ということで、この動画楽しい、なんだろうな、参考でもないもんな。さあ、バカだな、もう2人ともって思ったら、なんか、えいって押しといてください、ね。グッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。Twitter、Facebook、Instagram やってますんで、よかったら登録してください。バイバイ。